新宿歌舞伎町で現役のホストでありながらある職人にも挑戦する男性が話題を集めています。歓楽街に新たな風を吹き込もうと奮闘する異色の二刀流を取材しました。グラスから漂う芳醇なワインの香り、ここホストクラブ。しゅんさん、私お寿司が食べたいな。かしこまりました。厨房から漂う柔らかな酢飯の香り、ここお寿司屋。お待たせしました。むむ、目の錯覚？似ていませんか、お二人さん。こちらの方、現役のホストでもありながら寿司職人でもあるんです。いただきます。おいしいです。ありがとうございます。今年5月にオープンした新宿歌舞伎町の寿司店、へいらっしゃいの板前、しゅんさんです。お店の名前はド直球ですが、しゅんさんの肩書きは超変化球。豪華な寿司タワーとともに華々しくスタートを切りました。ホストとして14年間女性のハートをつかんできたしゅんさんが、シャリとネタを握ろうと思い立ったのは、これまで幾度となく聞いてきた女性の声でした。後半アフターだったりで、女性とお寿司に行く機会はやっぱ僕自身もすごい多くて、まあ、この機会にだったら僕が握った方がいいんじゃないか、面白いんじゃないか、そしてその先に新しい女性の遊び場ができればより面白いんじゃないか。料理の経験すらなかったというしゅんさんでしたが、親戚の店で修行を続け、その成果をここで披露しています。寿司にもホストにも全力を捧げる先輩を支えようと、後輩が仕込みを手伝うこともあります。しゅんさんがお寿司習ってるときで何喋ってんだろうなと思ったんですけど、食べてみたら本当美味しくて、あ、すごいなこの人と思って、本当に貴族みたいな感じなんですよ。キングオブホストです。寿司職人の時はもう大将ですよね、やっぱり無口になっちゃうんで、ちょっと男ながら惚れちゃいますし。業界関係者によりますと、歌舞伎町では30歳を超えるベテランホストが飽和状態にあります。またホストはいずれ辞めるものという業界の固定観念も強くあります。しゅんさん自身は31歳、夜の二刀流として成功例を築くことで、ホストが目指す将来像の新しいモデルケースを示すことにもつながりそうです。僕はもうホストを辞める気は一切ないので、ホストで培う能力といいますか、神経といいますか、それが他の仕事でもまあ通用するんだっていうところを僕は見せたいですし、まあ、できると思ってやっております。新しい働き方、生き方のまあ提示になれば僕自身嬉しいなっていうのが一つあります。現場で疲れはないと話すしゅんさん、要望に応じてサビを抜くことはあっても決して手は抜かないのがしゅんさん流です。力の入れ具合で考えると本当 100% なんですよね。どうしてもやっぱじゃあ日本酒だアイボールだみたいな流れってありますけど、もうオレンジジュース、コーラ、ミルクティー何が悪いのっていう、なんかこう女性に寄り添えるお寿司屋さんにしていきたいです。新たなホスト像を模索するネオホストとも言うべき姿は、歓楽街に新たな風を吹き込んでくれそうです。